ブルーベリーの畑の畝の間なんですけど、半年でもうこんなに雑草が生えてしまって、除草剤は私は撒きません。すべてスコップで雑草を取ってきれいにします。雑草ね、これ一度手を抜いてしまうともうどうにもならない。雑草の中からブルーベリーの木が入っているような感じになってしまいますね。だから私はもうとことん、農機具がないのでスコップしかないのでとことん、手で、きれいにします。春になるとタヌキが道路を横切って車にぶつかって死んでいるのがよく見られます。先週来た時も道路に真ん中に、横たわっていましたので、ぺちゃんこになる前に、いつも岸に片付けます。今日も朝行くときに一匹死んでました。今帰りなんですけどまだ真ん中に横たわっていましたので土手の下に、スコップで置いておきました。